関慶也は、日本の政治家、元和歌山市議会議員。維新政党、新風和歌山県本部代表、教育を語る、会事務局長、教育正常加速新委員会局長などを、歴任した。和歌山市出身。地元の和歌山県立成林高等学校に、進学するが中退、その後は、会場自衛官や、会社員として働いた。その一方で、 政治団体を主催し、全国を遊説して回った。1986年の和歌山市議会議員補欠選挙に自民党の公認を得て、出馬、無投票で初当選を飾る。だが、翌1987年の和歌山市議会議員選挙で落選。市議としての活動は一期一年だけに終わった。市議落選後に、 大阪府阪南市の市長選に出馬するも落選している。その後、窮地の中だった政治活動家のウ谷哲夫に誘われたことから、ウ谷が代表を務める極右政党の維新政党、新風に参加した。2004年7月の第20回参院選では、和歌山県本部代表として同党の公認を受け、和歌山県選挙区から出馬したが、5619票と、 惨敗し、教託金を没収された。2007年4月には帰り先を目指して、和歌山市議会議員選挙に出馬。この年の統一地方選挙では、唯一の新風公認候補として、選挙に臨んだものの、わずか171票に止まり、再び教託金を没収された。後に、広島県本部幹事に転じ、二千十年七月の第十一回参院選では、 新風の公認候補として、広島県選挙区から出馬する予定だったが、党が資金難などの理由で参院選から撤退したため、席も立候補を断念した。参院選出馬断念後は、和歌山県本部代表に復帰している。同年10月には、和歌山県議会議員選挙、和歌山市選挙区補欠選挙に、新風の公認候補として出馬。 2823秒で落選に終わったものの、新風から出馬した3度目の選挙で、初めて教託金の回収に成功した。しかし選挙後の11月25日に、弟の妻の顔を出したとして暴行罪で、逮捕されている。2014年2月14日、和歌山県本部代表に、在任のまま休止した。70歳没。和歌山県議補選に賛止届けで、 キーミンポー。オリジナルの2010年12月29日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20101229083517/http:/www.agara.co.jp/.modules/.dailynews/.article.php ストーリードイコール198,2132014年6月28日、閲覧。和歌山県議補選二人決まる。キーミンポー、オリジナルの2010年12月29日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20101229050814/.http://www.agara.co.jp/.modules/.dailynews/.article.php ストーリードイコール1987152014年6月28日、閲覧。県議補選で、落選の候補者が、暴行容疑で逮捕。和歌山放送。http コロンスラッシュスラッシュ wbs.co.jp スラッシュニュース .html、p イコール21962、月間新風213号。維新政党、新風。 P2 2014年6月28日閲覧。ありがとうございます。